Good morning! My name is Baka Oji! Thank you! さあ、ロストジャッジメント続きからやっていきましょう。さあ、前回がですね、RK メンバーをね、ボコボコにしてやりましたね。ああ、もう爽快爽快ですね。で、今回の話がですね、マミヤさんという痴漢被害者、もうかなり重要人物ですね、に会いに行くというとこで終わりましたね。今日、鏡、なんでそんなすんごいイラついた顔してんの？どうした？あ、さっきからクラクション鳴らされてんだ。そりゃムカつくよね。うるさいよね、さっきからね。なんで？なんで？なんで？なんでだろうね。ね、一回撮っとく？とりあえず撮っとこうか。おぉ、お前そうやってるからだ。そりゃ運転中のな、車に乗ってたらそりゃプンプン鳴らされるわ。プンプンだけでよかったら逆に。降りてこねえ、この女性は何なの？やべえぞ、だいぶ。だいぶヤク、あ、ちょ、待って、待って、ヤクザが、ヤクザがこっち向かってきた。危ない！スケボーだったら逃げられないね。よーし。お、沙織さん。ちょうどよかったです、八神さん。どうした？待ちきれなかったもので。うん。さ、マミヤユイの家にはタクシーで行きましょう。早速行くのね。痴漢被害者の家に向かおう。アポなしで直撃するってことだったな。うわ、緊張する。マジか。もう行くのね。やばい。待って。めっちゃ緊張する。なんで緊張すんの、こんなに。なぜかって。皆さん、これマミヤさんっていう人はね、なかなか綺麗な人なんですよ。まあね、遠目からしか見たことないけど、なかなか綺麗なお人でしたね。何一妻狙ってんだ、お前。バカ野郎。おー。高級マンションっぽいね。池袋。痴漢被害者、間宮ゆいのマンション。うわ、すげえ、おしゃれ。相手は痴漢の被害者です。うん。我々加害者の弁護人に、いい顔をしてはくれません。ぶん殴られたらどうする？真っ当にアポを入れれば、断られると判断しました。なるほどね。だからアポなしで来たと。いやー、怖いなー。帰って相手を刺激しなきゃいいけど。ホットだよ。今回は出たとこ勝負です。やむを得ません。沙織さん、守っとこう。ワンチャンパンチされるからな。え、怖え。ピンポンダッシュしとく、とりあえず。さて、どうなるかな。緊張よ、これ。はい。あ、来た。源田法律事務所の白崎です。はい。江原明弘さんの弁護人をしておりました。どうなる。法廷で間宮さんに質問もさせていただいたかと思います。急に何のご用です？お、こんなの困るじゃないですか。はいはいはい。何の連絡もなし。まあまあまあ、最初こうだよね。どうしても直接間宮さんにお話を伺いたいことがありまして。うんうん。それで申し訳ないんですが、いても立ってもいられずに。そうなんです、すいません。どういうことです？ほう。もう裁判は終わったのに。これって別にお断りしても構わないんですよね？でもなんかいい人そうだね。すみません、突然ご迷惑でしょうが、少しだけお時間いただけないでしょうか？お願いします。出たとこ勝負すぎるよ、沙織さん。これじゃ話を聞かせてもらえないんじゃ。そうだね、沙織さんに免じてっていうところもね、ちょっとね、女性の方だから無理があるよね。お断りします。はっ。お引き取りください。あ、八神、ちょっとすいません、白崎先生の助手で探偵の八神と言います。さあ、見せとこう。見せとけ。話を途切られちゃダメだ。なんとかドアを開けてもらえないとな。八神の凄さをみんなに見せましょう。ああ、嘘、俺かよ、俺かよ、俺かよ。投げやりにすんな。一番重要な部分を俺にすんな。甘い声を出してみる。俺だとこれなんよ、俺だとこれなんよ。塩らしくする。めんどくさく絡む。俺はこれなんよ。マミヤさん、いえ、ユイさん。とっても綺麗な声をしてるんだね。俺やん。はい、俺やん。うん、今のはいもうすごくいい。気持ち悪い。もっと聞かせてもらえませんか？キモ。少しだけお話をね。キモ。あはははあー、バカ野郎。俺に頼ったからだよ。おお、すごいな。すごいな、こいつ。あなた方にお会いする気はありません。お引き取りください。さっきはすみません、ちょっとだけ聞いてください。この俺がやっちゃってすいません。もう、八神、俺にバトンタスするなって。話を途切られちゃダメだ。なんとかドア開けてもらえないとな。塩らしくする。めんどくさく絡む。
塩らしくじゃね、これシンプルに行くと。俺たちは確かに間宮さんから見たら憎い痴漢を弁護する人間です。はいはい。だからお気持ちはわかります。うん。もう関わりたくないんですよね。そうですよね。ええ、そこまでご存知ならこれ以上言うことはないです。やばい、怒りゲージが。失礼します。怒りゲージが高いぞ。いやいや、ちょっと待った、失礼しないでください。失礼しないでくださいってなんだよ。どうする、なんとかしないと話が終わっちゃうぞ。え、これか。ご存知ですかね、実は今あの江原さんが人を殺したんじゃないかって動画がネットに出てるんです。はいはい。ただその殺された方は例の痴漢事件があった日の朝、横浜で生存が確認されてます。おかしな話ですよね。つまりあの日都内で痴漢をしてた江原さんに殺せるわけがないんです。うんうん。それが私とどういう関係があるんです？あなたが何も関係ないことを改めて確認するために俺らは来ました。はい。それができたらもう二度とこちらにはお邪魔しません。二度とですよ。10分だけお話を聞かせていただければ。でも、あ、なんだ、ダメならいいんです、改めて出直します。あ、出た、うまいぞこれ。下っ端なんで、次はちゃんと頭のいい責任者も連れてきますから。まあその時はいろいろ書類書いてもらったり録音させてもらったり形式ばっちゃうかもしれませんけど。あー、うまいうまい、ご了承ください。そんなの困りますよ。いえ、俺らが軽率だったんです。間宮さんのお気持ちも考えず簡単にお話を伺って終わりにしようなんて虫が良すぎました。マジうまいよ。やっぱり殺人事件のことなんで、ちゃんと人を揃えて手順を踏まないと。では改めてきちんとした形でお伺いさせていただくということでよろしいですか？どう出る？今話せば10分で済むんですね。すげー。できるだけ手短にやります。ナンパのやり方なんよこれ。わかりました、少しお待ちください。すいません、助かります。ヤカミすげー、さすがですね。天才かよ。でも今のやり取りを聞いてたらなんだか八神さんの言葉が信用できなくなりました。そんな、よかれと思ってやったんじゃん。沙織さんの信頼が。おかげで助かりました。おい、冗談きついで沙織さん。もう沙織さんに聞かれるのが嫌なのよ、ほんと。一番嫌だからね。間宮さんと話せるのは、多分これが最初で最後です。うん。慎重に行きましょう。うーわ、ふざけられないね。やめてよ、俺にバトンタスすんの、ほんと。こんにちは。あ、こんにちは。かわいい。どうも。こんにちは。こんにちは。突然お邪魔して本当にすみません。うん、もういいですからどうぞ。おお、痴漢被害者間宮由衣。おお、でもちょっと怒りの顔ですね。いや、バイバイじゃないの、いらっしゃいませなんだ。ごめんね。失礼します。ごめんね、僕いらっしゃいませなんだ。間宮由衣の話を聞くのに何が材料か欲しいな。部屋の中を観察しながら行こう。まあ重要だけどね。もう早速ちょっと気になっちゃったのはこれかな。ちょっとこれ一回気になっちゃったんだよね。子供の絵だな。母親を描いたんだろう。立派な顔に飾られていい家庭だな。なるほどなるほど。これは違うと。これも違う。ティッシュも違う。はい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 。待って、でもさ、なんでママだけなんだろう。パパはここだ。あれ、ね、これ父親の写真ないからさ、ワンちゃん離婚。あ、あったあったあった。確か間宮由衣は夫と子供の3人暮らしだ。写真を見る限りすごく幸せそうに見える。でもなんでママなんだ、なんでママだけなんだ。怪しいぞ、かなり怪しいぞ。もう入っちゃう。ああもう話す感じになってる。ちょっと待って、もうちょっと調べたいけど、ここにはもう何もないか。スリッパに自転車。あ、これか。一応これ見てみよう。子供用の自転車だ。当然さっきのこの自転車だろうな。いや、ワンちゃん間宮由衣の自転車っていう可能性もある。マジであるよ。補助輪つけないとやっぱ乗れないっていうね、人かもしんない。うん、そういう人もいるからやっぱり。うわー、すっげえ広い。あ、何やってんの子供、何やってんの。もう遊ぼうぜ後で。あとはパソコン。
ノート PC は情報の倉庫だろうけど、もちろんここで勝手に中を見るわけにはいかない。まあそうだよね、勝手に見たらもうだいぶやばいからね。お前もう二度と、ってか警察呼ばれっからな。まずこれは違うか。あとはいっぱい探っちゃうけど大丈夫そう。子供の絵だな、母親が描いたんだろう。立派な額に飾られたいい家庭だな。やっぱりママしかいない、パパいないんよ、パパの写真がないんよ。あーかわいい、僕めちゃめちゃおしっこ漏らしそうにうずうずしてるじゃねえか。後で遊ぼうぜ。いや本当にかわいいな、子供ってこういうのだからいいんだよな。なるほど、こいつは思わず触りたくなっちまうお尻だぜ、などということは考えるのかね。電車痴漢なんてするやからたちはけしからんな。おいーやーがみー、ほっとにお前変態三重所仲間入りいつか果たすぜ。俺が食べなかったらもう暴れ出しそうだろこいつ、怖っ、恐ろしいんだけど本当に。でこの子とか、あ見れる、マミヤユイの6歳になる息子、小学校に入りたくてくらいか、可愛らしい。急に知らない大人が来て軽い興奮状態だ。父親は今不在みたいだな。なるほどね。あとまだいけるか。なんだ。江原から痴漢被害を受けた OL、マミヤユイ6歳の男の子の母親。池袋で江原と電車を乗り合わせてスカートにまで手に入れられた。オッケー、顔か。なんでこっちを調べた。マミヤの尻じゃねえやガビ、ここはええやろ。もう長かったな調査。それで私に聞きたいことって何です。痴漢の時のことはもう全部話しましたよ。ええ、ですがこれが最後だと思ってもう一度聞かせていただけませんか。はい、もう判決まで出てるのに。そうですね、そうですね、ご迷惑だとは思いますが、おけつだけにね。こんな面倒になるなら、すいません、痴漢なんて捕まえなきゃよかった。いえ、とても立派だったと思います。痴漢に遭った時怖くて声を上げられなかったという女性は多いですから。うんうん、彼女たちにとって勇気づけられる行動でした。でもあなたはその痴漢の弁護人なんですよね。そうでした、そうでしたね。事件当日にあったことを順を追って聞かせてもらえますか。順を追っても何も、いつもと同じ通勤電車に乗ったら痴漢にお尻を触られた。おう、それだけです。やばいよ、子供聞いてるよ、やばいよ。痴漢に会うまでは何もかも普段通りだったんですね。ええ、失礼ですが今日旦那さんは。まだ仕事中です。普段もこの時間には帰ってきません。いるのか、離婚はしてないか。子供にもご飯を食べさせないといけないので、あまり長くは。そうだよね。ええ、分かってます。それで2ヶ月前の事件当日、江原さんとは池袋から同じ電車に乗り合わせたんでしたね。その日までに江原さんの姿を見たことはありましたか。ありません、少なくとも記憶にはなかったです。この話だって何度もしました。すみません、聞いたことないんで僕らは。私が言えるのはそちらの弁護士さんも全部ご存知のことばかりです。ああなるほどね。もう目新しい話なんて出てこないと思いますけど。矢上は波の探偵じゃありませんから。矢上って言ってくれた。私や検察も見落とした情報を見つけられるかもしれません。サンティの矢上だってよ、ね、今そう努力してるところです。ね、だって妙なプレッシャーがかけられたぞ。最近こういう場面が多いな俺。防犯映像を見ると電車に乗り込む時、マミヤさんの後ろにぴったりと江原さんが張り付いているようでした。はいはいはい、この時おー、江原さんのことを意識してました。スーッと入ったね。誰かがずっと体を押し付けてきてるような気はしてました。うんうん、私から離れまいとするような感じで。はいはいはい、でも気のせいかもしれなかったし、満員電車の中でどうすることもできませんでした。その状態のまま電車は動き出してしまった。はじめは手の甲が当たっているだけのように思ってたんです。はいはいはい。でもそれがだんだん露骨に、
スカートの中にまで入ってきて。おお、えぐいね。あの人は満員電車でたまたまそうなったとか言ってましたけど、違います。絶対に意思を持って私のお尻を触ったり、つまんだり。つまんだり。悔しかったですよね。悔しい。それわかります。私も以前痴漢を捕まえて駅員に突き出したことがあります。嘘だろ。個人的な意見ですが、男というのはちょっとした機会ですぐ痴漢になり下がるんです。沙織さんの顔をじっと見ながら言うんだ。私はどんな人が触ってきているのかも見えずに、怖くてどうしたらいいかわからなかったです。おい、マジか。もし声を上げたりしてもとぼけられたら恥ずかしいし、だから次の駅に止まるまでどうすることもできなかった。ママどうしたの？あ、そうだよね。大丈夫。うん、何でもない。ごめんね。もうすぐ終わるからね。お腹空いた？うん。あ、そこで本読んでていいから、もう少し待ってて。ごめんね。おじちゃんたち偉そうでごめんね。あんまり長くは粘れそうにないな。質問は手短に済ませないと。いや、そんなことより沙織さんのケツを触られた男は死刑に処す。誰じゃ。嘘だ。だからこんなに痴漢痴漢痴漢ってずっと言ってたのか、沙織さん。けど今のところ防犯映像の内容と間宮優衣の話食い違いはなさそうだ。池袋から新宿駅までの6分間、間宮さんはずっとお尻を触られてたと。その間一度も痴漢の姿は見なかったんですか？ええ、怖かったし、それに振り返って手を引っ込められたら痴漢に逃げられると思ったんです。ああ、なるほどね。だから電車が新宿駅にもうすぐ止まるというタイミングで、まずお尻を触ってた手を掴みました。はいはいはい。痴漢の顔を見たのはその後です。すっごいな。電車のドアが開くと悟ってる顔だ。すぐに振りほどかれました。けど間違いなくあの人が私のお尻を触ってたんです。顔もはっきり見ました。そして逃げ出したあの人を追いかけました。なるほどね。ええ、全て新宿駅の防犯映像に映っていました。そうです、そうです。人混みの中でよく追いかけられましたね。その間江原さんの背中を見失ったりはしなかったんですか？かぶっているキャップが目につきやすかったし、あんな風にホームを走る人は他にいませんから、見失ったりはしませんでした。その時はもう怖さも忘れて、この人痴漢ですって。周りの人が取り押さえてくれてよかったですね。ええ、それにスマホで撮ってる人もいたので、もう逃がさずに済みそうだと思いました。心強かったです。はいはいはい。なるほど、よくわかりました。でも今痴漢事件について俺たちの手元には一つだけ、間宮さんの説明と矛盾する証拠があるんです。ああ、どういうことです？殺害のね。今の間宮優衣の説明は裁判でも語られた通りだ。でもこの証拠だけは違う真実を示している。これです、これです。一発ですよ。痴漢事件のあった10月7日の朝6時半、見てください。三越柴博という学生が横浜市内の自宅で母親から送り出されました。はいはい。そして彼は自宅近くで拉致された後、異人町の廃ビルで殺害された。おかしくありませんか？この映像によると犯人は江原さんです。え？殺された三越柴は江原さんにとって息子の仇でした。まあ、僕はね、3年生だった一人息子をいじめて自殺に追いやった相手です。僕は双子だと思ってるけどね。自分の手で殺さずにいられないほど憎かった。そんな。ところが問題はここからです。はい。この殺人動画が事実を映しているとしたら、江原さんはあの日あなたに痴漢できません。うん。被害者の死亡推定時刻から江原さんが東京に姿を見せるまでの時間はほとんどなく、まず移動が間に合わないんです。そして逆に江原さんが間違いなくあなたに痴漢をしていたなら、この殺人動画は
捏造されたものということになります。どっちかが本当にどっちか偽なんだよな。私にそんなこと言われてもどう言っていいかですよね。だから俺らも困ってるんです。真実を教えてもらおうか。何かヒントをもらえないかとここまで押しかけてきました。そういうことだったんですね。そういうことだったんです。今間宮さんのお話を聞く限り、江原さんが痴漢をしていた事実はひっくり返せませんでした。すると動画が捏造だったということになりますね。でもじゃあ誰が何のためにそんな動画を。わかりません。ここまでの捏造動画を作りには結構なお金がかかると思います。ハリウッドみたいな CG 合成なのか最先端の AI なのか、とにかく安くは作れないでしょうね。そこまでしてなんで偽動画を作らなきゃいけなかったのか、それで誰がどんな得をするのか、お話を伺って推理を進める材料が揃ったんじゃないかと思います。うんうん、ありがとうございました。そうですね、もうこれ以上お伺いすることはありません。はい、突然押しかけて申し訳ありませんでした。うーん、難しいね。嫌なことも思い出させてしまって。いえ、もうこれで全部済んだんでしたら結構です。なんか掴めた。え、何も得られなかったんじゃないか。これから間宮さんに聞いた話をみんなで検証したいです。はいはい、八神さんも一緒にお願いできますか。もちろんオフコースですよ。 そうだね、その前に海藤さんに一本電話入れとこうかな。わかりました、では先に行ってます。なんか海藤さん事件起きてんじゃない、この一本の電話で。絶対あるから。おお、海藤だ。あ、普通っぽいな。こっちは今カムロ町に戻ったとこ。そっちはどう、変わりない。なんだ、別に大丈夫だぞ。おう、もしかして RK のことで心配してんのか。してないよ、海藤さんのことなんて。背中から刺すのがいいみたいなこと言ってる連中だからさ。まあでも無事ならいいんだ。海藤さんならね、俺はもう少し逆なのよ。もう源田事務所で沙織さんたちと話してから帰るよ。そうかい、好きにしな。俺はもう今日は上がりだ。大丈夫かな。フラグじゃね、これ。これフラグじゃね、ねえ、これフラグじゃねえ。ねえ、これフラグじゃねえ。違うかな。違うならいいんだけど、フラグじゃねえ。まあいっか、じゃあとりあえず話しますか。はい、さてもうみんなに集結してんのかな。おはようございます。あ、やっぱいいわ。なんか馴染みのキャラがいるのってやっぱいいな。家族って感じする。八神さん、でしたら間宮さんから聞いた話をみんなで検証します。よろしいですか。沙織さん、みんな見てる今。こっち向きながらパソコン打ってんの。どんな器用だよ。すげえな。どこに絵があるとかわかるんだ。すごい。ああ、始めよう。ショータイムだ。じゃあ結局その痴漢被害者の話に裁判で出た以上のものはなかったわけか。そうなんですよ。そうですね、特にこれといった新情報はありませんでした。はい、俺もそう。だとするとやっぱり江原の殺人動画の方を疑うべきということですか。捏造されたものだったと。そう話を急ぐんじゃねえよ。そうね、この動画が本物でも偽物でも実際ネットに流したやつってのがいるわけだよな。あ、まずそいつは一体何者なんだ。画面には三越芝の殺害現場である偉人町の廃ビルが映ってます。はいはいはい、俺はこの目で現場を見てきましたけど。もう見せんな、この動画。動画の内容と一致してる。そこから考えると江原のこの殺人動画をネットに流出したのは一体誰だ。おいおいおい、無理なんよ。俺にこの場面は任すな。俺だぜ。なんでここで頼る俺に。だがそんぐらい信頼してるってことだな、八神。わかったぞ。お前見せてやるよ、俺が本当の
できる名探偵を。江原本人だ。これに間違いない。殺人動画を流出させたのは江原本人です。どうだ、うん、江原は2ヶ月前からずっと警察や検察の監視下ですが、例えば目覚まし時計みたいにある日時が来ると、うん、自動的にネットに上がるように仕掛けてあったとか。下書き的な。そんなややこしい真似しますかね。うるせえ。するなよ。単独犯ならそれもありえますけど。するのよ。そうだな。え、じゃあもっとシンプルに考えよう。ああ、抑えられちゃった。くっそ、一発で決めたかったのに。痴漢を担当した検事だ。三越正さん、え、これじゃね？あの殺人動画をネットに上げたのは三越正殺害の共犯者たちです。うん、確実にこれだよ。まあ、そうだな。他には考えられない。よしよしよし。私も矢上さんと同意見です。なんだよお前ら。彼らがこの殺人動画を公開した目的は何ですかね。警察や検察、それに法そのものをおちょくってるのかもな。まあ、そんな感じあるよね。江原は法廷に痴漢の有罪判決を出させて、三越葉殺しのアリバイを確保した。その上で実は自分が殺したって動画をこれ見よがしに出してきたんだ。まるで罪を逃れた勝利宣言みたいに。なるほど、確かにおちょくってますね。そうだぞ。ところでちょっと話変わるなよ。急に？もし殺人動画が捏造されたものだったとしたらどういう風に作るんだ？例えばそうですね、まず真犯人が三越葉を殺すのを撮影して、はい、その映像に江原の顔を合成するんです。ハリウッド映画なんかじゃもう結構普通にやってますね。へえ。どっかに合成の跡が残っちまうんじゃねえのか。今のところ例の動画にそういう痕跡は見つかってません。つくもさんからはそう聞いてます。ああ、もうつくもがやればもう一流よ。殺人動画を捏造と疑うのであればもう私たちにできることはありません。やっぱ可愛くなってる。じゃあ改めて動画が本物という前提で仮説を立ててみよう。その場合痴漢事件の方に何かフェイクがあったはずだ。うん、そう、本当にそれ。見つけられるだけの材料はもう集まってると思う。いける。俺は多分わかる。マミやユイと会いに行く前、ヤガミさんは江原の痴漢に替え玉がいたんじゃないかと言いましたね。そう、双子。本物の江原は偉人町で三越葉を殺害し、うん、その後痴漢と入れ替わって取り押さえられた。でもその入れ替わるタイミングはなかったんですよね。池袋のホームに立ってから江原は常に防犯カメラの目にさらされてます。いや、それについては違うんじゃなかった？え？池袋駅から新宿までにかけて江原は常にカメラで押さえられていたわけじゃない。その証拠は？その証拠？え？そんな証拠あった？待って、そんな証拠あった？え？え？え？そんな証拠あった？え？いやこれ！これ！一緒に作ったよな、これ。新宿駅ホームの俯瞰図だ。そう。あ、なるほど。ん？確かにここに答えがありましたね。合ってた！常に防犯カメラで姿を捉えられてたわけじゃなかったんですよ。どういうことですか？この俯瞰図の中に注目してほしいポイントがあるんだ。それがどこかというと。無理だよ、ヤガミ。やすな！おい！怪しいな。やらすな俺に。わかんのよ。ねえ、わかんのよ。ほんまに。どうすればいい？いや、あったあった。これか。江原と被害者移動を表した矢印だ。徐行地点から江原が確保された地点へ引かれている。これ。あ、ここか。そう。これが注目すべき場所だ。そうです、皆さん、そうなんです、ここです。え、矢印の点線になっている部分は防犯カメラから死角になってたんだ。ほんのわずかにだけど、ここを走り抜ける江原と間宮さんの姿は映像に残っていない。確かにそうみたいですね。ここで痴漢をした替え玉の江原が本物と入れ替わったということですか？
可能性としてはあり得るよね。なるほどね。ええ。ですが実際の事件の時はすぐ後ろから間宮さんが追いかけてました。その目を盗んで二人の絵原が入れ替われるでしょうか。人混みの中だし不可能とは言い切れない。でもそれが絵原の計画だったとしたらかなり運任せですよね。運任せ。ええ、だって事件当時朝のラッシュアワーで人がいっぱいです。間宮さんグルだと思うんだけどな。俺、江原が防犯カメラの死角まですんなりたどり着ける保証はないし、下手したらその前に周りの人たちに取り押さえられてたかも。確かに。そもそももし間宮さんが電車の動いているうちに周りへ助けを求めていたら、江原はホームに降りる前にアウトでした。そうですよね。やっぱり矢上さんどうでしょうか。怪しいんだよな。これまでの江原の一味には緻密な計画性を感じます。ですが肝心なところを運任せにしてるというのは星野くんの指摘通りかもしれません。いやーそんな。おいイチャイチャそんな。さすがだな星野くんは。ただあいにく俺はまだ自分の読みを捨てたわけじゃないよ。え、一見運任せの偶然に見えることも全部仕組まれてたとしたらどうかな。どうかなと言いますと。やっぱり江原たちは計画の中に運任せの要素を残せなかったはずだ。でそう考えると今度は必然的にその穴を埋めるある可能性が出てくる。完璧。わかるよ。可能性出てこい。それって何のことです。いいよ。来た来た来た。絶対解ける一発。あの日三越葉殺しの全てが仕組まれていたとして、そこから導き出される可能性が何かといえば、これです。これです。いきましょう。 3, 2, 1, GO。 痴漢の被害者だった間宮ゆいは初めから江原とグルだった可能性がある。はい、これはもう疑ってます僕。その場合かなり彼女は江原のこともその替え玉がいることも全部承知してたんだ。ホームの死角で2人の江原が入れ替わった時も追いかけながらそれを見なかったことにした。痴漢の被害者と加害者が事前に示し合わせていたというんですか。まさかそんな。いやそんなまさかがあるんだよ。ありえないことじゃないはずだ。間宮ゆいは被害者のふりをしてた可能性がある。怒る前に聞いてほしいんだけど、これはあくまで替え玉のトリックを成立させるならって話だよ。怒る前なんか怒るぞ。2人の江原は追ってくる間宮ゆいにさえ目をつぶってもらえれば防犯カメラの死角を狙いすまして入れ替わることができる。逆に間宮ゆいがグルでないならこの入れ替わりはリスクが高すぎるとも言える。で駅で替え玉と江原の入れ替わりを確認した間宮ゆいはそこでようやく本物の江原を刺して痴漢だと大声で助けを求めた。周りの通行人たちは盲目的に逃げる男を痴漢だと考える。とりあえず捕まえて本当に痴漢だったかは後で警察に調べてもらえばいい。待ってください。今矢上さんの言ったやり方だと江原が間宮さんのお尻を触れるタイミングがありません。でも江原の手からは被害者の下着と同一の繊維が検出されているんです。いやその件も間宮ゆいがグルなら大丈夫なはずだよ。例えば替え玉の方が池袋駅の防犯映像に映ってる時、その裏で間宮ゆいはあらかじめ江原に自分の下着を触らせることだってできる。いや怖っ。ホームで痴漢する相手を物色してたって時間はそういう下準備にも使われたんじゃないか。怖い怖い。マジ？なるほど。本当にでも合ってた俺の推理が。細かい辻褄合わせを後にして大事なのは間宮ゆいさえグルなら江原のアリバイを崩せるってこと。やっぱり江原は痴漢の汚名を着て三越葉殺しのアリバイにした可能性がある。そうですね。多分それで決まりだと思います。おお。そして検察はといえば痴漢の実刑判決をまさか自分たちから間違ってましたとは言い出せない。三越葉殺しについて江原を疑えず、それどころか殺人動画を捏造だとまで言わされてるんだ。
見事におちょくられてますね、法そのものが。江原は息子へのいじめを法廷に訴えたのに認めてもらえなかったんだよな。学校も第三者委員会も、そして裁判所もいじめの事実は確認できなかったと片付けた。だからそんな方に強い反感を持ったとしてもおかしくない。あの、待ってください。ん？間宮ゆいはなんでそんなことに手を染める必要があるんです？彼女には小さな子供もいて、経済的に困っているようでもありませんでした。なのに殺しのアリバイ工作に手を貸すなんて、どこにそんな高いリスクを負う理由が？絶対過去なんかあるんだよな。彼女の動機はまだわからないな。けど例えば間宮ゆいにはリスクを超える見返りが約束されてたのかも。それとも江原に何か弱みを握られてるとか。それは最悪だね。殺人の片棒を担がされるほどのですか？それはそんな弱みを握られるような接点が。53歳交番勤務の現役警官と6歳児の母親、今のところ接点といえば利用益くらいか。なあ、間宮ゆいのプロフィールって俺にも教えてくれる？そこに何か江原との接点になりそうなもんないかな。マジで弱みなの？もしかして。見てみますね。ちょっと待ってください。よう、その間宮ゆいが江原とグルだって根拠、もう一つ思いついた。おお、言ってみてください。そもそもこの痴漢事件は大々的に人目に触れて初めて三越馬殺しのアリバイに使えるもんだ。だがもし痴漢した相手がそのまま泣き寝入りしちまったら誰の目にも止まらない。そんなもしを残したまま計画は立てられないだろうな。それとやっぱり間宮ゆいが来るんだのは江原の計画にとって大前提だ。いや、マジか。マジで怖いんだけど。痴漢の被害者と示し合わせて検察の目を欺いた。さらにそれ以外にも仲間がいます。何のゆいからそのつながりを見つけられれば、多分一気にそいつらも引きずり出せますよ。おー、すごいすごいすごい、近づいてきてるよ。間宮ゆいのプロフィールですけど、結婚前の旧姓は鈴木。鈴木。年齢は30歳。はいはいはい。東京大田区出身で、小中学校は公立。公立。高校は私立黒川学園から東都大のビジネス学部を卒業。はいはいはい。あれ待って、旦那さんとは職場結婚だったみたいです。黒川学園って聞いたことない。旦那の間宮太一は、あれ、株式会社テクノゼータ工業デザイナー。6年前に生まれた一人息子は蒼太くんで、小学校1年生。待った、間宮ゆいの高校黒川学園って言ったよな。うんうんうん、最近耳にした。したしたした。偉人町でだ。あれは確か。え、何、どこだっけ。え、待って、いじめ調査に入った高校。え、違う違う違う、つくもの出身校なわけない。聞いたことない。三越殺害現場の冷やかさ。あ、これこれや。俺がこれこれこれ、三越の殺害現場に行った時、それを遠巻きに見てた奴らがいたんだ。3人組で、うん、事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。つながんの、ここ。身分証はお持ちですか？ここつながるの？でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。よーよ、トリガだ。赤池さん30歳。うわ、間宮ゆいも30歳。すっげー、このストーリー。なんだって言うんだ。俺ら今間宮ゆいと江原の接点を探してんだろ。いや、調査聞くんだよ、聞くんだよ。黒川学園のホームページを見つけました。偏差値はかなりいいですね。都内の大田区にある学校です。間宮ゆいの実家から近い。あ、あ、なんだなんだ。女子の制服がすごく可愛いです。あ、こいつ首絞めよ。うん、司法試験からやり直す。やり直してください、やり直してください。いや、その制服にも見覚えがある。どれ。清涼高校で江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいるんだ。おお、彼女も黒川学園の卒業生だった。おいおいおい、なんでこのつながりは。沢の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳かも。下手したらみんな同窓生や。ええー、
繋がったと言えるんでしょうか。やば、無関係だったはずの痴漢とその被害者が。やばいやばい。まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこの繋がりを無視するような奴は探偵に向いてない。そうだな、八神。